どうもアリンコマネーシステムのプロモーション映像を編集してアリになってる吉谷です。はい、マジでアリのごとくちょこ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 もう本当に1ミリ1ミリですね。まあ今やってるんですけど、もうだいぶ疲れてきた。うん、今朝6時7分ぐらいですね。いやーもうね、もうアリンコマネーシステムなんですけど、俺がアリなんじゃないかなっていう俺がアリだろうみたいなね。もうマジでアリですよ今。アリのごとし、マジアリですよ。もうテロップ地獄半端ないですね。もう完全、多分おそらく1000テロップいくんじゃないかなっていう勢いです。1000テロップいきますね多分これ。いやーマジ果てしなく遠い。今ここなんですね。今ここなんですけどこんなにあるんですね。こんなにめちゃくちゃ遠いですよここまで。だここ1分とか1分30分ぐらいですからマジで遠い。1時間、まあ合計1時間で今17分ぐらい。やっぱね、1分進めるのだけでね、アリですよ。もう本当にこれアリですね。まさにアリンコマネーシステムですね。マジでアリンコマネーシステムですね、これ。これちょっとやばいですね。いやちょっと今日はまあ、もうこれ以上もっと頑張んないと、こう本当終わんないんで、シャレオツじゃないですね。マジでやばい。まあね、こういう動画はね簡単に撮れるんですけど、いやほんときつい。弱音を吐きたくなる今日この頃っていうか、弱音しか吐いてないですね。弱音しか吐いてない。まあここはですね、チョコさんとの大事な対談シーンで、まあテロップもね頑張って入れないとダメ。まあでも逆に言うとテロップなしでよく公開しようと思ってたかなっていう、今テロップ入れながら思ってたんですけど、よくまあテロップなしで公開しようと思ってたのかなっていうのは逆にね、まあ反省点でもあり、そして地獄の一丁目でもあり。やっぱテロップあるとないのじゃ全然ちゃいますね。本当に全然ちゃう。もう僕チョコさんに試されてるんで。まあ、無音の圧力っていうのはこのことですよ。もう無音の圧力。吉谷こんなんで出していいのか、本当に大丈夫ですか、それでいいんですか、お吉谷さんの力はそれでいいんですかと、そんなもんですかと、もっと出せるんじゃないのみたいな、いいのそれでみたいなね、無音の圧力が、ね、かかってるわけですよ。ということで、その圧力に負けてご飯食べようと思います。いや僕も人間ですからご飯食わないとやっぱねできないですよ。ご飯食わないとちょっとね、まあ、軽めの今日はスパゲッティ、朝スパゲッティを食おうと思います。まあ、これ残ってるんで、これね、このミート消臭が残ってるんで、朝スパ新しくないですか。朝スパをちょっと作ろうかなと思います。朝スパは新しいですよね。朝スパ行きたいと思います。朝スパ行きますよ。朝スパからの、あとスープもあるんで、スープも飲んじゃおう。スパゲティは5分でできるんで、ラーメンっていう感じじゃないんですよね今。今はラーメンじゃない。
本当はね、ご飯に納豆って感じなんですけど、ご飯炊かないといけないんで、これはもう温めるか。いや、ご飯もね、食わないと死んじゃいますからね、僕。まあ、僕も一応人間ですからね。で、ちょっとミートソースにニンニクを入れます。ニンニク、朝からニンニク、ちょっとね、もうパワー出さないといけないんで、ちょっとね、巻きでやんないとマジでこれ終わんねえ。これ終わったらあと2本なんで、これ終わった、これ正念場です。これが正念場、この動画が正念場で、これ終わったらあと2本、これ終わったらあと2本正念場。これが終わったらあとちょっと、ほんとね、もう今年終わっちゃいますよ。動画編集で終わっちゃうんじゃないかなっていうぐらいのほんとあれなんで、まあ逆に言うとですよ、これはまあメリットに変えるとするならば、年末どこも無料太いみたいな、ね、多分キャンペーン年末さすがにやらないと思うんで、やらないからうちらしかない、やってないから、これ逆にいいんじゃないですか、逆に。だからそのお正月、まあ多分来週には完成させますんで、まあ10日間ぐらい、1月4日か5日ぐらいまで、1月4日ぐらいまでですかね、まず一時募集というかテストしてやってみると。いやでもね、まあ、どれぐらいの制約率が出るか楽しみですね。まあ結論これぶっちゃけ言うと、ほとんどそのなんだ、経費がかかってないですよ全然。だからぶっちゃけまあやるかやらないかで、まあ、やった方が絶対、まあ絶対一つぐらいは売れるんで、さすがに一つも売れないってことないと思いますけど。まあ結論やれば、まあ何かしらそのお金にはなるとは思いますけど、まあ本当に今回のいいんでね、まあ結構ね、もう買いたいですっていう人もやっぱいるんで、来週からちょっとね、ほんとね、ドリアカのちょっとやりたいなと。ドリームアカデミアの
ドリームアカデミアの講義ですね。まあ、講義に関しては1日あれば作れるんじゃないかなと思うんですけどね。今回は、まあ、20分、30分のこまめに作っていこうかなとは思いますけど、まあ、あとは継ぎ足ししていく感じですね。いや、ほんと休憩中もこうね、休憩飯時間もこう取ってますからね、僕。いや、ほんと休みなしでございますよ。もうね、僕の一日っていう感じですね。今の僕の一日を全てお届けしてるって感じです。今の僕の一日、今の僕の一日、起きて動画編集、動画撮影、あと文章書く、終了、あと風呂入る、クソする、で食材が切れたら食料買いに行く。まあマジでこれですね、修行ですね、マジで修行でしかねえな。まあ鹿児島遊びに来たわけじゃないですからね。まあ、鹿児島はこう何で来たかっていうと、修行するために来ましたから、3年間修行すると。まあでもね、本当にね、なんだ、広いんで、東京の事務所よりかはやっぱテンション上がりますね。まあ、前東京の事務所めっちゃ狭かったんで、これ料理も作れるっていうのはちょっとね、料理動画、まあ、今もう撮ってないですけど、料理動画ね、編集する時間がないというか、もうまたちょっと落ち着いたら料理男飯シリーズは撮ってきますけど、まあ1本撮ってるやつがありますけど、まだ編集してない。さすがにもう今年ももう終わっちゃいますよ。クリスマス言ってる場合じゃないですよ、マジでクリスマス言ってる場合じゃないですからね。まだ、まあいいや。うん、あ、もうちょっとですね。もうちょっと。了解。今6時21分。
今日は12時過ぎぐらいまではちょっと頑張ろうかなと思います。まあ最低でも今20分ですからあと10分、でもあと10分作るって言ったら1分30秒でしょ。1分30分か、1分30分と仮定すると300分、300分を60で割ると4時間か、4時間ですね。10分のテロップ入れるのに4時間ですね。えぐいな、えぐいな、マジで半端ねえぞ。ちょ本気で半端ないですかね、テロップ地獄。テロップ地獄やべえな、マジで。これでスープも終わりですね、こっち。スープももう終わります。あと2回ぐらいいけるな。あと1回か。あと1回分は余ってますね。はい。できました。朝スパです。朝スパいただきます。朝スパ。朝スパ。いただきます。まずスープ、うん、うん、優しい。じゃあ朝スパいきます。うん、うん、ニンニクがだいぶ効いてる。うん、うん、うん、ニンニクががっつり効いてるな。うん、ニンニクすげえ。ニンニクとミートソース合いますよ、結構。やっぱこの玉ねぎが入れてるんで玉ねぎがうまい。うん、うまい、めちゃくちゃうまい。うん、マジで頑張ろう。今日土曜日っすよね。今日土曜日、もう曜日感覚もない。
優しいな。うん。骨の髄までいただきました。手羽元スープはマジでうまい。ああ、幸せだな。チョコさんは毎日チョコスティックパンしか食えなかったっていうね。まあでもチョコさんに比べると豪華ですよね。チョコスティックパン1個っすから。でも思うんですけど、この、まあ、今プロモーションのね、まあ、舞台裏みたいな感じで、まあ、ぼやきながらなんかこんなやってますみたいなやってますけど、まあ、絶対にいないですよね、まあ、絶対にいないですよね、こんなやってる人、こんなバカやってる人だいないでしょうね、絶対に言い切れる、絶対にいないと。おお。絶対ないっすよね、これやってる人は。
ていうかあのコーヒーしか飲んでなかったんで、めちゃめちゃ野菜スープが体に染み渡りますね。バリちゃん体に染み渡りますね。バリちゃん知ってます？バリちゃん、あバリちゃんマジでいいっすよ。あそうっすね。でまあちょっと真似できないな。よいしょ、サプリのお時間。ビタミン C、 これねマジで早く飲まないと、これ早く飲まないとやばい。これミネラル、なんか人間にはミネラルを入れた方がいいですし、いいらしいですけどね。あ俺グレープフルーツグフフ、このねペットボトルまだ残ってんすよ、ミネラル。これねこれは超クソまずいんですね。クソまずい、クソまずいんで普通に飲めないんで、オレンジジュースと混ぜて飲まないと。あグレープフルーツジュースですね。いやこれ洗ってねえな。これ洗う？中洗ってないですね。全然。全然中洗ってないんですけど大丈夫ですかね？全然洗ってない。だ正直水しか入らないですか？水しかね。うん。水しか入れてないんで。一番最初は洗いましたけど、その後は洗ってねえな。洗おうかな。いやでもね、クリクラの方が水うまいね。やっぱ一回うまい味を締めちゃうとダメですね。なんかそれが愛おしくなりますね。一回味を占めるとねダメですね。だってあれ契約しても全然いいと思うぐらい美味しかった。普通に美味しかったっすね。普通にうまいクリクラ。まあ、他のそのウォーターサーバー比較、無料試しで頼んでみて、そのウォーターサーバー比較いいかもしれないですね。ウォーターサーバーいいっすよ、うまい。やっぱ全然違う。このこれはねもう美味しいというよりかはもうクリンスが無味無臭なんですよ本当に。だから味がないというかね。うん、ただその味が本当に癖ないので、癖ない味になるんで料理にはいいかなっていう。だってこれ2個入りですから、これで6ヶ月持つんですよ。6ヶ月で入れ放題で、確かこれ4000円ぐらいだったような気がするんですけど、このフィルターがねすごいんですよね、クリーンス。これはね日本独自の画期的なそのあれだと思うんですけど、この三菱レイオンクリーン水。
これちょっと食ってみましょうか。柿の種。これいただいたんですけど、ちょお菓子タイム。あ、すごい。すごいなこれ。あ、これはちょうどいい感じで入ってますね。こういただいたんですよね、いただいた。まあ、いただき物めっちゃ多いんですよね、ありがたい。まあ僕がくださいって言ってるんですけど、くれと。同情するならくれみたいな。同情するなら金をくれ、同情するなら食い物をくれみたいなね。おお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 。あ、これすげえな、これ。これすごいっすよ。これこの柿の種ちょっとレビューしよう。これすげえな。ちょっとレビュー動画撮ります。これで終わります。とりあえずこれは